はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきます。今回は、自家搾りです。タカラの缶チューハイの自家搾りシリーズ、限定出荷。日本の農園から、高知産の柚子です。アルコール度数が 4%、果汁が 1%。うん。まあ先ほど本搾りの冬缶飲みましたけど、あれ 10% だったんですけど。まああれも柚子入ってたからな。うん、それに比べるとすごい果汁が少ないですね。まあ俺この自家搾りシリーズは好きなんで。うん、まあいいんですけど。日本各地の果実を厳選した自家搾り、日本の農園からシリーズ。高知産柚子の果肉を丸ごと絞ったストレート混濁果汁を使用と。うん、この自家搾りシリーズはね、ストレート混濁果汁というのを使ってるのが売りなんですよね。まあ、若干こう濁ってるということで、本搾りシリーズにちょっと似てる。まあ、あれはキリンなんですけど、こっちは宝ですか。メーカーが違うわけです。まあ、ちょこっと濁ってはいると。うん、やっぱ濁ってますね。うん、濁ってはいます。あ、でも、味するな。原材料が柚子果汁と焼酎と糖類と酸味料と香料。これは先ほど飲んだ本搾りに比べると違いは、まあ明白なんですが、ウォッカを使っていないで、ね、ここ俺も好きなところなんですけど、焼酎を使っているというところなんですね。酎ハイ。まあ今の酎ハイって大体ウォッカ使ってるんですけど、焼酎を使っていると。そしてまあ、糖類も使って、酸味料と香料も使っているんですが、甘味料は使ってないんですね。うん。好きなところは、この甘味料を使ってないのも、これ売りなんです。俺の中で。そうじゃあ乾杯。てか基本的にこの宝のね、シリーズのね、お酒っていうのはね、酎ハイはね、甘味料は使われてないのが、いいんですよね。そこがいいんですよ。この柚子と、柚子が10月21日限定出荷となってます。まあ、次にまた飲みますが、この巨峰ね、こちらも飲みます。こちらも同じ10月21日に発売したものと限定出荷。ああ。宝酒造株式会社は、長野産巨峰と高知産柚子を10月21日から数量限定で販売します。当社が同シリーズから、巨峰を発売するのは今回は初めてと。なるほど。この自家搾りシリーズの、まあ、由来であるストレート混濁果汁というのは、果汁を絞ってから透明化処理も、濃縮還元も行わない果汁のことと。なってるみたいです。なるほどね。うん、まあ、柚子、うん、まあ、さっき飲んだ本搾りに比べると、香りが若干弱いですけどね。うん。で、まあ、やっぱり若干糖類が入ってるんで、若干甘い。
干甘いですが。うん。まあ仕方ないかな。てか、ほんとあの、柚子とさ、シークワーサーとかさ、すだち、ここら辺はさ、味の違いがほとんどわかんないよね。目つぶったら香りも味も多分ほとんどわかんないと思うわ。俺は。柚子、すだち、かぼす、シークワーサー。この4種類。はね、全然わからん。まあ、見た目だったらまあ、ね、柚子は黄色ですから、でシークワーサーとかカボスはまあ、緑色だからわかるけどさ、それ以外ほとんど香りの違いがわからないですね。まあ、美味しい。うん。は美味しいけど、本絞りに比べると全然あれだな。まあ、若干甘さがある。っていうぐらいしか良さはないですね。香りも劣化してるし、弱い。香りも弱い。し、コクもないし、まあ、唯一いいところって言ったら、まあ、自然な甘さがあるといったところか。糖類使ってるから、まあ、甘いっていう、若干。うん。そこがいいところか。先ほどの本絞りはね、甘さ使ってないです。甘くないやつですから。あ、すげえ。あの、タカラの新商品、10月の7日に発売した美味しいチューハイっていうのが あるんですが、あるみたいです。で、赤ぶどう、果汁が 50% ってなってますね。はぁ、あ。ただ、アルコール度数が 3% なんで、まあ、買わないですね。これは買わんわ。俺 3% 以下は買わないようにしてます。第一、あの、果汁 50% だったら、50% だったらね、あの、俺は、100% のブドウのジュース買ってきて、それで焼酎で割って飲む。俺は。バカバカしい。わざわざ炭酸水入れて、ね。これ、果汁が 50% ってことは、残りの 50% は、炭酸水と、焼酎なわけでしょ。ということを考えると、なんか無駄に炭酸水で割ってる感じがするんだよね。なんか薄い感じがする気がする。うん。だからあんまりなんかうまそうに見えん。宝の、ジャスミン茶割りなんてあるんだね。宝。
ジャスミン茶割り。ジャスミン茶ってどんなやつだ？ああ。あ、なんか花の香りするやつだな。俺多分セブンイレブンとかで、ジャスミン茶っていうのなんかあったから買ってみたことあったけど、案外美味しいですよね、あれね。香り、なんか花の香りがするんだよね。へぇ、ジャスミン茶割りなんてあるんだ。すごい。ジャスミン茶。こういうね、タカラは結構俺好きな、結構っていうかかなり好きなブランドなんで、こういうサイトを見るのもなかなか楽しみなんですけど。まあタカラの良さっていうと、チューハイがすごい、結構辛口なのが、ね、多いっていうか、甘味料使ってないのが多い。てか多分全部甘味料使ってないんじゃないかな。おそらく。下手したら。下手したら使ってないかもしれない。ああ、宝酒造のオンラインショップなんてあるんだ。へえ。チューハイで俺あれ飲みたいんだよね。例の、缶チューハイのプレーンが飲みたい。プレーン飲んだことないんだよ。てか俺ライムも飲んだことあったかな、これな。宝の缶チューハイの。宝、チューハイ、ライン、でググってみようか。俺の動画あるかな？俺これ飲んだことあったかな？ない気がするんだよな。わかんないな、これ。売ってないんだもん、大体。ライムとグレープフルーツ。グレープフルーツ飲んだことある気がするけど。タカラの缶チューハイのさ、タカラ、チューハイ。ちょっとググってみます。ニコニコ動画とかで俺のやつ上がってないな。本当上がってないの？あれ？俺動画上げてなかったっけ？タカラの缶チューハイ。缶チューハイ。ああ。俺缶チューハイレモンしか多分飲んでないっぽいな。缶チューハイのレモン。缶チューハイは多分。多分レモンしか飲んでない。てか動画にしてない。多分。
多分動画にしてないんだ。でも高えなぁ。くっそ高いぞこれ。タカラ缶チューハイの、タカラのオンラインショップで見ると、グレープフルーツのタカラ缶チューハイが、350ml が24本入りで5443円。税込みで。高っ。一本いくらなんだよ、これ。おい。どうなってんだ、この高さ。おかしいぞ。今、チューハイなんて、まあ、ああ、でも、缶チューハイ200円すんだよな、これ。缶チューハイ高いんだ、これ。5443割る。24本だから。1本226円もする。ひえー、たけー。で、ライム味とプレーン味に至っては、そもそも 350ml 缶がなくて、250ml 缶しかないんですね。で、それが24本入りで、なんと4147円。割る24。1本172円もする。高っ。でも飲んでみたい。だがちょっと高すぎるって。だいたい24本もいらないって。絶対。そんないらないって。俺そんないらないよ、ほんとに。言うて、いらないよ。でも、売ってないんだよ。ライムとプレーン味に至っては。絶対言ってない。グレープフルーツ味、俺多分、昔動画にしてなかったけど、飲んだことはあるんだよ。ライムとね、プレーン味とグレープフルーツ味はもう、どこにも売ってないんですよ。まあ、売ってないね。まあ、売ってないね。オンラインショップでも見ても、売ってるとこ多分、ないんじゃないか。下手したら。ほぼ売ってないよね。ほぼっていうか。缶チューハイ。売ってっかなぁ。どっかなぁ。一本だけとりあえず飲んでみたいんだよね。売ってないかな。多分売ってないんだろうな。まあこれはあれだ。とりあえずまずこの枠は一旦これ終わろう。このゆず味ね。レビューして。コクはないに近い。甘みはまあある。まあ、あるけど、まあ別にそこまであるってことはない。香りはまあ、うん、まあ、うん、まあ、まあまあまあ、まあって感じかな。2333です。ご視聴ありがとうございました。